はい、えー。いよいよですね。スタートしました。もうメルマガの方ではね、ご案内してますけども、今日の18時も、えー、メルマガ流してますので、メルマガ登録されている方はご確認ください。で、明日の18時と明後日、まあさっては、最終日はちょっと3発ぐらいから流すかもしれないですね。はい。ということで、今回のテーマはね、僕はお金が大嫌いですというテーマでお話ししようかなと思うんですけど、これね、以前ね、僕の熟成、 で、シュンエくんっていう子がいて、まあ、スタイフ、スタンド FM っていう音声メディアやってるんですけども、そこで僕はお金が大好きですみたいなね、あのやってたんで、その逆を言ったろうかなと思ってね。<laughs> 僕はお金が嫌いですと。で、まあ、前回の動画でもちょっとね、後半少しお話ししたんですけど、まあ、よくね、なんかその、お金が好きじゃないと、好きじゃないとお金が入ってこないよと。 で、それに付随する付,付随す、それに付、それに関連する書籍とか、それに関するスピリチュアルとかね。なんかよくあるじゃないですか。お金が好きじゃないとか、お金に嫌われたらダメだよと。だからなんか、なんかね、札を綺麗にこう畳むとかね。なんかこう揃えるとかね。とか、なんか、な,なんすかね。なんか、なんかいろいろあるじゃないですか。そういうの、競技系って。どうすか 多分やったことある人いると思うんですけど、僕ね、お金燃やしたこともあるんですけど、セミナー、これね、やっちゃいけないんですよね。すいません。もうやらないですけど、あの、お金をね、セミナーで燃やすみたいな。<laughs> <laughs> うーんまあ、あの、これなんで、まあこういう、そじゃあなぜわつ、なぜ、まあこういう、このようなメッセージが世の中に乱発、 乱発するのかと。まあ、あの、YouTube に関しても好きなことで生きていくとかね。まあ、YouTube のキャッチコピーも最初、これで、ま、好きなことで飯食えるよみたいな感じで YouTube を広めていく宣伝活動、CM のキャッチコピーでこの好きなことで生きていくみたいなのありましたけども。要は、ま、こっち系が多いわけですよね。好きなことで生きていくと。僕はこれも出た時ちょっとね、あの、疑問を持ってたんですけども。 要はなんでまあこういうようなメッセージが世の中に流れるかっていうと、要はね、ほとんどの人がやっぱね、ほとんどの、ほとんどの人たちが思考が停止されているからです。で、この思考が停止されている人たちに企業は商品を売ってると。わかります だから思考が停止している人に対して好きなことで生きていくっていうキャッチコピーはいいですよねだって好きなことは思考が停止されても好きなことはわかるじゃないですかじゃあこれ思考を動かすってどういうことかっていうと例えばこれ YouTube のキャッチコピーで思考を動かすっていうのはどういうことかっていうとじゃあ嫌い嫌いなことでもどうすれば好きを好きな好きな部分を 見つけられるかと。とかね。どうすれば、どうすれば、うん、嫌いな、嫌いなこと、ことでも続けられるか。どうすれば、嫌いなことでも、うん、なんだモチベ、モチベーションを上げられるかとか。 まあ、こう、こうするとね、考えますよね。いや嫌いだからやりたくない。はい、終わりですよね。でも嫌いだけども、嫌いの中に、じゃあ好きはあるのかっていうのを探す。探求する。見つけていく。で、思考を動かして、その見つけていくってことですね。で、あと、続けられません。嫌いだから続けられません。じゃあ、思考をトレーニング動かすんだったら、嫌いだけども、こういうやり方をやれば嫌いでもできるんじゃないか。こういう環境にすれば嫌いでもできるんじゃないかとかね。 嫌だから好きだからモチベーションが上がるみたいなね。思考停止しても分かりますよね。でも嫌いなことでも、じゃあ、なんだじゃあ、うん、なんだ、うん、こういうことをすれば、こうなるんじゃないかみたいなね。まあ考えてそれを、まあ実践していくっていうことなんですよね。で、これがほとんどできないんですよ。できないし考えないから、まあこういうキャッチコピーですよね。まあお金もそうです。お金も好き、好きにな、な、あの、好きになればお金は入ってくるんだよ、みたいな。 そっちの方が伝えやすいですよね。思考停止してる人からすると、あ、なるほど。あお金がやっぱき、僕が、僕がね、いや <laughs> 僕がお金、僕がお金を稼げない、稼げない理由は、お金が、そもそも、そもそもお金が嫌いだったんだって。なるほど、なるほど、みたいなね。あじゃあ、好きになろうと。 じゃあ好きになるためにはこの本を読んでみようと。わかります <laughs> で、本が売れるって話ですよね。どうですかで、本が売れるというお話でございます。うーん。ど,どうですかね僕、本当大嫌いなんですよ、お金って。うーん。 まあ一時期は、一時期はですよ。一時期も僕もステージがあるんですけども、一時期は、あの、お金を好きになろうと思った時期もあるんですよ。なぜならば、なぜお金を好きになろうって思ったことがあるのかっていうと、なんかね、やっぱお金稼いでる人みんななんか結構お金好きですよって、なんか結構ドストレートに言う,言う人が多くて、で、僕は違和感があったんですよね。どういう違和感があったかっていうと、まあ世の中の本とかも、 その、お金が好きじゃないといけないよっていうメッセージが多いし、で、周りもね、結構お金好きだよっていう人が多かったんですよ。ね稼いでる人、結果出てる人。いや、でも、僕、お金好きかと言われると、正直好きって言えなかった、言えないんですよ、あんまり。で、無理やり、まあ、一応、みたいな、まあ、好きか嫌いかと言われると、まあ、好きですかね。なんか、無理やり好きに寄せてたみたいな。でも、今ははっきり言えるんですけど、 ね、結構もう僕も18年ぐらいもうね、今年の40にもなりますし、熟成してきてる部分があるんで、今は,はっきり言うんですけど、お金大嫌いです。で、大嫌いだけど稼げます。稼ぎます。で、何かっていうと、結局、お金が稼げない、まあビジネスで言うならばですよ、もうここ、もう、もうここでしかないです。ビジネ、ビジネスで言うなら、あの、まあ集客と、まあ単価、 売上とだからお金が稼げないお金が稼げていない理由は因数,因数分解分解できると分解して考えられるそして分解後削 対策対策を考えられるということですね。要は、うん、あなたがね、お金が稼げてない理由は、例えば、集客がうまくいってないとかね。まあ、売上っていうのはね、うん、ここでしかないですから、集客がうまくいっていないとかね。あとは、え商品がないとかね、えーえー。セールスがうまくないとかね。うん んお客さんとの信頼関係がないとかね。なんかもう細かく分けるといっぱい、まあ、この集客と単価イコール売上っていうこのシンプルな公式の中にもっと細分化していろいろ分けられるわけですよ。 で、何が欠けているのかなって話なんですね。自分が稼げてないんだったら何が欠けてるのっていうところを分解して、じゃあそこを補うためにはどういう方法をやればいいのかっていう、ただそれを、その問題を見つけて解決していけば絶対売上が上がるんですよ。絶対です。100%です。100%売上が上がる理由はこの公式が嘘じゃないからです。この公式以外何もないからです。もちろんここにね、リピートとかもありますけどね。なんか、か、あの、リピート率とかね。 でもこれはちょっとはぐ、はぐ、はぐきます。ね、まあシンプルに言ったらもうここですから。うん。だから稼げてない理由ってただこれだけなんですよ。だお金が嫌いであろうが好きであろうがここやってんのかって話なんですよ。 ここをしっかり考えて、ここを分解して今自分がかけている問題、今できていないところはどこなのか、集客はできてるのか、アクセスは来てるのか、お客さんとの関係性は構築でしてるのか、商品はどれぐらいのラインナップを持ってるのか、商品の単価はどれぐらいなのか、商品をどれぐらいの制約率で売れるのか、セールさはうまくいってるのか、でもそこを分解して考えて問題点を補っていけばいいだけなんですよ。いや、100%売り上げ上がりますから、嫌いでも、好きでも。 で、僕がお金大嫌いでもずっと稼ぎ続けてる理由は、単純に僕が稼ぎ続けてる理由はね、ちゃんとセールスしてんすよ。ね。主、要は僕の、僕の問題点は何か。はい。アクセスが少ない。アクセスが少ない。アクセスが少ない。はい。リストが少ない。リストが少ない。じゃあ、 この問題点を解決するためには、どういうことが必要なのかって話なんですね。僕の問題点、すみません。あなたの問題点じゃないかもしれないですけど、僕の問題点は、まあ、この動画も再生数少ないと思うんですけど、えー、アクセスが少ない、リストが少ない。えー、それでも売り上げを上げると。じゃあな、何を僕がやってきたのかっていうと、えー、購入頻度を上げるとです。で購入頻度を上げれば単価、購入頻度を上げた場合、 えー、単価は上がると。それはそうですよね。どうですかまあ、一つの商品単価を、高い単価のやつをバンって売る方法ももちろんあるんだけども、僕はもうこまめに売ってるんで、こまめに売って単価を上げてるわけですよ。だからまあ、まあ、バックエンドも売りますけども、ん、なんだろうな。お客さんの財布の事情もありますので、じゃあバックエンドも毎月ね、30万とか40万とか100万の商品を毎月毎月売っても、お客さんの財布事情があるじゃないですか。でも、なんだろうな。 5000円だったら払えるかもしれないですよね。どうですか ?100 円だったら払えるかもしれないですよね。どうですかうん。いや、100万円はなくても100円はあるかもしれないですよね。で、そうやっていろんな商品価格、いろんな商品価格ですよね。さまざまな商品価格、価格をオファーすると。で、セールスをし,しっかりすると。 で、あとは、まあ、セールスした時のコンバージョンだったりとかデータを見て、じゃあ、これはこうだったなって改善して次につなげるっていうので、僕は、もう、独立してからもう、毎月毎月僕商品売り続けてるんですけど、なんでかっていうと、これが問題って自分で認識してるんで、この問題を克服するためには、もちろん、その、アクセスをね、集めるっていう方法もありますよ、そもそものとして。 でも僕は広告を使わないって決めてるので、広告を使えばリストを増やすこととかアクセスを増やすことはお金使えばできるんですよ。だけどそれは僕はやらないって決めてるんで、じゃあ無料で集客するためには、うーん、ぶっちゃけ、その100%はできないんですよ。100%これをやったらこうやって集客できるっていう100%はないんですね。 なんで100%がないかっていうと、アクセスとか集客の部分に関しては、Google を使ってる、YouTube を使ってる、僕は YouTube をメインに使ってるんだけども、YouTube、要は Google のサジ次第なんですよ。YouTube がおすすめで、えー、その、シェア、おすすめでこう露出してくれるのかとか、もちろんね、キーワードとかある一定の、ある一定のその戦略とか SEO 対策はあるんですよ。でも、いくら SEO 対策をしたとしても、最終的にジャッジをするのは Google です。 だからこっちに決定権がないんですよ。だから不安定なんですね。うん。アクセスを上げる方法っていうのはいっぱいあります。だけどそれを実践したとしても100%ではないんですよ。でも100%はこっちなんです。100%は自分でやればいいだけなんで、自分で商品作ってね、自分で売ればいいだけなんで、こっちは100%操作できるんですよ。で、こっちは100%操作ができないです。対策はできるけど、あの、無料集客の場合は、 まあ、有料もそうなんですけどね。お金払ったら100%は、あの、リストが取れるかっていうと、その、えー、LP ね、ランディングページの出来次第では、そのコンバージョンが変わってきたりとかするし、こっちはね、もう本当ね、あの、操作が100%ではない。こっちは操作が100%だ。で、僕は100%のことをやってるだけです。自分で商品を作って自分で売るっていうことを決めれば、いくらでも100%でそれは実践できるわけじゃないですか。 で、オファーだったりセールスに関しては自分でいくらでも改善できるわけですよ。じゃあ、あなたがね、えー、YouTube のアルゴリズムを改善してますか申し上げますね。あなたが YouTube のアルゴリズムを改善できてるんですかね、改善するのは Google でしょ <laughs> こっちは自分で改善できるんだけども、YouTube のアルゴリズムを僕たちは手を出せないです。決定権は向こうにありますから。うん、だから僕は自分でできることを、うん、ちゃんとやってるだけなんですね。うん、だから稼ぎ続けてると、お金が。 嫌いでもねそうだから何だろうなうんまあ単純に種を種をまかないと花は咲かない咲かない色とという事実をどのように捉える捉えて考えるのかとどうですか種まいてないのに花咲きます 要は商品がないのに商品売れますかっていう。もう一つね。商品作ってないのに商品売れますかお金が大好きです。スピリチュアル。まあ僕ね、スピリチュアルもいけるんですよ。こんな話してますけど。スピリチュアルもいけるんだけども。なんですかね。スピリチュアルも結局公式に分けられるっていうね。まあそれはまた話すとなんか別枠になっちゃうんで、ここでは話さないですけども。まあこういうことです。 種をまかないと花は咲かないよっていう要は事実をもとに考えるっていうことが結構大事ですね事実をもとに思考していくと、はい、これがね一番ね、うん、僕は一番いいと思います事実をもとに思考していくっていう例えば僕は事実僕の事実は僕の事実はねじゃあ僕の事実は なんだお金が嫌いですでもでもお金がでも生きま生きていきますまあ一回ね僕自殺しようとした時もあるんですよ、まあ、これ結構話したりするんですけど自殺しようとした時手首にこうカッターをやってねこう切ろうとしたこともあるんですよでその時に僕は怖くて死ねなかったんですよねだから死ねないからあの生きるしかないでも生きるしかないってことですね さら、うん、に、えー、自殺しようとしたこともある。でも死ねなかったと。でも死ねないと。生きるしかないということですね。じゃあ生きるしかないんだったらあ、お金が必要ですよね。ただで家賃とか携帯代とかないですけど、お金が必要で。で、お金を稼ぐと。どうやってと。 で、まあ、そっから、ま、その、あれですよね。まあ、今やっている、あの、商品を作って、集客をして商品を作って、まあ、いろんなお金の稼ぎ方あります。いろんなお金の稼ぎ方あるんだけども、僕は、このコンテンツビジネスを選んで、それを勉強して、実践してるってことですね。うん。まあ、こんな感じです。 だ事実をもとに思考するっていうのが結構大事ですね。多くの人は事実じゃないことを妄想しているっていうかね。妄想させているというかね。これはメディア操作とも思うんですけど。メディア操作要はこっちがいいよっていう。要はこの本を売るためですよね。うん。だから昔その、なんだろうな。あの、これも多分洗脳だと思うんですけど、あの、なんだ。な、なんかその、お金持ち、お金持ちは長、 財布みたいな。なこれも結構売れたと思うんですよ。お金の書も長財布、あお、<laughs> 時代遅れって出てますね。なんかこの本すみません。せんあの、なんか昔すげえ売れたと思うんですけど。そう、この、稼ぐ人はなぜ長財布使うのか。これ結構売れたと思うんですよ。<laughs> とか、なんかその、いっぱいあるじゃないですか。で、その金運の上げる、まあ金財布とかね、なんかいっぱいまあありますよね。こういう本とか。で、僕も、あの、 なんだ。あの、恋の好きなので、あの、あやかれた、だから、あの、昔、その、金色のね、財布も買ったことあるし、その、いろいろあやかれるものはあやかるみたいなね。だけど、そこになんかね、僕の場合はうん、スピリチュアル、スピリチュアルも、なんだろうな、信じるというか、スピリチュアルを信じるというか、使うととですね。僕の場合は。 使えるものは使っていくって話ですね。だからそのかん、そのスピリチュアル的な考え方、その習慣だったりそういうのが自分にいいと思うんであるならば使っていく。ただ依存しないと。使うけど依存しないと。これ結構難しいね。使うけど依存しないと。みんなね、結構依存しちゃうんで。だから要は、例えばこの財布に関しても、これさえ持ってればお金持ちになれるんだって依存して他何も考えないんですよ。わかります で僕は使うんだけども、やることもやるんですよ。わかりますだから結局別に金の財布じゃなくてもいいんだけども、自分のなんか感覚的になんかそういう風だったらいいよね、みたいな。ただそれだけで、それをただ使うだけであって、使うけど依存はしないと。うん、やるべきことをやる。やるべきことは何ですかえ集客単価、売上げ。この公式に、この公式通りにかけている部分をしっかりやるっていうことです。 だから僕は稼ぎ続けられます。これからも。なぜならばこの考え方があるんで。で、なんで稼ぎ続けられるかというと、先ほども言った通り、この公式は10年後も20年後も30年後も40年後も100年後も一多分変わんないですよ。これ変わります。お金を稼ぐ、売り上げを作る上での公式が変わりますかこれ。変わります。多分僕は変わらないと思いますね。この公式は。<laughs> そう。 まあ、あなたがその違う公式をなんか、アインシュタインばりになんかわかんないですけど、相対性理論だみたいな、新しい売上の公式みたいなのを作っていただいてもいいんですけど、まあ、そもそもその売上っていうのは誰が、誰かが金払うわけじゃないですか。その誰っていうのは人であって、その集客しないとって話で、で、あとそこに商品提供するってことですよね。うん。まあ、ご自身でね、新しい公式を考えていただいてもいいですけど、新しい公式は何かっていうと、 ま、これを持つだけで勝手に金持ちになれる。何もしないけど、何もしないけど <laughs>、何もしないけども、財布持つだけで金持ちになれるという公式を作っていただいてもいいと思いますね。もう家からも何も出ない。家からも何も出ません。えー、人との関係性も何もありません。ただ単にあなたがこの金の財布を持っているだけです。それで金持ちになりますか家から一歩も出ない。何もしない。どうですか 家から一歩も出ない。何もしない。ただあなたは金持ちになれるという財布を持っているだけです。それでお金持ちになれますか僕はすいません。なれないと思います。少なくてもこれを使って、これを使って、まあなんか気分を上げるとか、自分のなんか笑顔にするとかわかんないけど、それでなんか関係性を持っていく種をなどっかしらでちょっと自分が種とは気づいてないんだけども、種をまいていくことによってその種が なんかで、こう、開花して、その開花したことによって、あ、これは後付けなんですよね、多分。あ、この財布を買ったからっていう後付けなんですよ、多分。でも、種をまいてるんですよ、どっかで。その、人脈とかも全部そうなんですけど、その、渋谷のスクランブル交差点でいきなりその人脈が形成されますかどうですか渋谷のスクランブル交差点をイメージしてほしいんですけどね、よく、その、なんか。 ま人,ととの人との出会いが人生を変えるとか金持ちになるみたいなきっかけのよくストーリーあるんだけども、えー、渋谷のスクランブル交差点ここでね,ね渋谷のスクランブル交差点でねいきなりねいきなり声をかけあいきなりなんかその人脈できますか人脈ができるとするならば「すいません」ってあなたが声をかけるか声をかけられたかっていうねわかります でも、大抵は声をかけられないですよね。声をかけられるとするならば、何すかね、イケメンとか、可愛いとか。まあ、それはあなたがもそういう種を持ってるからですよね。もう、ほとんど声かけられないですよ。だから、ここで人脈をもし形成したいんだったら、ね。あれじゃないですか。自分から声をかけに行く、種をまくってことですよね。だから基本的に本当にな、その、無から無無、無から言うはほとんどないってことです。何かしらあるから、何かがあるってことですね。 うん、僕はそう考えますね、うん。ある一部の人は無から何かを作れるのかもしれないですけど、無からは作れないですよ。うん、ただから、んだろうな、僕たちができることっていうのは、うん、種を作れないし、えー、種,を種はつく作れないってことです。ね、種はつくあ、種はちょっと表現があれだな。な、うんだろうな。その、うん まあ、神様がいるとするな。だか,かなんだろうな。なんだ,んだ、なんて言ったらいいな。うん、難しいな。うん。まあいいや、こういうことです。<laughs> こういうことです。なんだろうな。その、種っていうのを使う。要は、種っていうのはもうあるわけじゃないですか。でなんだろうな。その、種っていうのを0、1で作れるのか。だから、全く何もないのに、なんかあなたが特殊能力で、その、まあ、植物の種ですよね。 なな、んだろうな植物の種植植物物のの種、植物の種あるじゃないですか。これを無から作れますかって話なんですよ。何もない状態から、なんかハン、ミスター・マリックみたいな、ハンドパワーですみたいな、バーンみたいな、これを作れるかっていうと、作れます、種。これをあなたは、ハンドパワーでね、その無からね、そのこの種をね、<laughs> 作り出せますかっていう、無理なんですよ。だから、もう、ある種を使うしかないですよ。 ただかか、だかん、ただ、そういう考え方の種とかね。なんか、その、その、まあ、この種一つ一つが、もう、あるんですよ。例えば、A っていう考え方、B っていう考え方、C っていう考え方、D っていう考え方、D っていう行いとかね、B っていう神社参りとかね、うん、X っていうシンクロだったり、わかんないですけど、なんかいろいろあるじゃないですか。それをどうこの種を使っていくかって話です。種は作れないです。 あなたが神様でね、ゴッドハンドがあってね、無からね、種を作り出せるんだったら、それはすごいですけど、無理です。僕は無理だと思ってるんで、これらを使うしかないです、僕たちは。でもこれを使って巻いていくことによって花が咲いていくってことですね。大丈夫ですかまあちょっと難しい話もしたかもしれないですけど、はい、お金が嫌いでも稼げますから大丈夫ですって話ですね。<laughs> 僕は稼いでます。これからもお金が好きになることはあんまないと思いますね。嫌いです。うん、うん。 でもね、この動画を見てる、ここまで聞いてるあなたもね、お金嫌いだと思うんですよね。だってお金に悩まされるわけじゃないですか。嫌ですよ。だからこの前もね、歯医者行ってね、100万飛んでね、ふざけんなよと。<laughs> まあ自分が悪いんだけどね、自分が悪いんだけど、マジかー、みたいなね。一瞬で金なくなるなーとまた頑張って、また、また商品売らんとあかんなー、みたいなね。<laughs> もうお金稼ぐのは大変やけどね。こう結構セールするの僕頑張ってると思うんですけど、なんかそのお金使うの一瞬じゃないですか。そう。<laughs> また頑張ろうみたいなね。そう <laughs> 稼ごうみたいなだ。どういう今度商品売ろうかなみたいなね。もう常に使った瞬間にじゃあ今度どういう商品つく作ろうかなみたいな考えてるんですよね。うん。はい。ということで、はい。お金は嫌いでも稼げます。大丈夫です。 あなたが稼げない理由は、ここの公式を分解して自分が欠けている問題点をしっかりクリアしていないからです。で、そのクリアの仕方はいろいろあるよと。で、僕の場合だと、えー、僕の問題はアクセスが少ない、リストが少ない。じゃあ、この問題点を解決するためには、アクセスを大量に増やす、リストを大量に増やすっていう方法もあれば、少ないアクセス、少ないリストでも、えー、購入頻度を上げる。 ことによって単価を上げることができる。だから売り上げが上がるっていう、こういう感、こういうやり方もあるよと。で、このやり方を僕は取っているっていう、ただそれだけです。で、なんでこのやり方を取ってるのかっていうと、リストだったりアクセスだったりっていうのは100、100%こっちで操作ができないからですね。うん。で、100%操作できることを僕はやっているっていうことです。それは自分がやればいいだけなんで、商品作って売るっていうな、ね。うん。はい。ということで、えー、まあ、今日からね、このサマーコンプリートボックス、 このね、えぇ、ー、2022年を販売開始してますから、ちゃんと勉強してね、えー、これができてないっていう方は勉強していただいて、えー、しっかり自分の問題点を克服していただければいいんじゃないかなと思います。はい。では終わります。ありがとうございました。